けたくて私の勝手に果てるまで人は出会いわかる。どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはですね、どんなチャンネルかというと、このちっちゃいウクレレで皆さんが大好きな曲弾いて歌う弾き語りができるようになっちゃいますよという、そういう YouTube チャンネル、どんな方でもすぐですよ、めちゃくちゃ簡単になってますんで取り組んでいってください。今日取り上げたい曲はこちらです。ドン、藤井風さんのガーデン。この曲なかなかもう神秘的で不思議なんですけど、これちょっと難しいんですよね。藤井風さんの曲ってもう本当にね、最高の曲なんですけど、やっぱりね、もう難易度は高いんです。他にもガズレレではね、藤井風さんの曲も取り上げてますけど、やっぱりね、ちょっとレベル高いんですけど、今回ももうすごいことになってます。まずですね、まず第一ポイントとして歌がですね、ずーっとこう淡々と歌っていく、そのね、言葉のタイミングとかそこら辺が難しいんですけど、でもね、好きな方はもうこれ聴いていると思うんでね、まあ、できると思いますよ。なるべく簡単にアレンジしてるんですけど、かっこいいバージョンではちょっと転調っていうのが出てきてるんですね。それもちょっと一応再現しました。まあなんでですね、ちょっと今日は深いレッスン動画になってます。レッスン始めていきましょう。今日はですね、 G ラボのガズモデルウクレレチェリーレッドモデルと、簡単バージョン、シンプル簡単バージョンでは、こちら初めてウクレレ使っていこうと思います。こちら初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますので、ちょっと Amazon で初めてウクレレ調べてください。でこっちのね、すごいハイスペックなこのね、ハンドメイド、オールハンドメイド、オール単板ウクレレはですね、だいたい毎月、月の中盤後半、もうちょっとですけどね、ガズレレ公式ページでね、販売と予約受け付けてるんですけど、それ以外の時はですね、全国の楽器店さんでちょっとずつ取り扱い増えていただいております。概要欄にショップリスト貼っとくんで見ておいてください。あとガズレレでは楽譜の本たっぷり出してますよ。もう皆さんこのシリーズ累計で20万部突破というすごいことになってます。ぜひ皆さんもご活用ください。さあ早速レッスン入っていきましょう。まあさっきも言ったように2バージョンでやっていきます。最初は初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている簡単バージョン。こっちの簡単バージョンはですね、初心者の方にも伴奏はできると思います。ただし、さっきも言ったように、歌は難しいですよ。はい。でも、伴奏はですね、かなり簡単にしました。転調なしです。簡単バージョンは。で、後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはいろいろこだわってます。ワンブロックコード4つがずっと応酬だったり、ゆったりした16ビートだったり、カッティングだったり、転調が出てきますから、そこもちょっと抑えていく。一応今回ね、フルコーラスなんですよ、両方。歌のパートは全部やってますから。長いですよ。ボリュームありますよ。楽しんでいってください。まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっと勉強するだけで、これからの人生、自分が好きな音楽を聴くからやるに変えられるわけですから、ガズレレで皆さんぜひ音楽を始めて人生を変えてください。それではやってまいりましょう。ガーデン、藤井風さんの名曲。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、転調なしゆっくりでやってみる。 1,2,3,4 出会いわかる。
黙っている。それでも守り続けたくて、私の風に当てるまで、季節に身を置いて、流れに身を任せ、なるようになるだけ受け入れて、そのままで流した涙だけ振りまいた愛だけ豊かになるにはね、掴んだって解き放て、空の果て。咲いて別れ、新たに心を奪われ、それでも守り続けたくて、私のカーテン果てるまで、人は出会い別れ、なくしてはまた手に入れ、それでも守り続けたくて、私のカーテン果てるまで。藤井風さんのガーデンガズレレレシンプル簡単バージョン、転調なし。転調なしだったらですね、この簡単アレンジだったら皆さんいけると思います。はい。ちょっとね、やっぱ歌が難しいっていうのはもうこれもうどうしようもないことです。聞いて聞いて聞きまくってください。これは言葉のタイミングとね、もう絶妙なこの、なんていうの、メローな感じといいますか、溶けちゃいそうなね。この曲全体がそういうムードを放ってますからね。ゆったり気分がいいです。ガチャガチャなんないように、ちょっと落ち着いてね、深呼吸しながらやってくださいね。はい。で、一応さっきも言ったけど、フルコーラス。歌のところはフルコーラスでございます。なんで、これ好きな方はもうぜひこの簡単バージョンでウクレレでちょっとつまびいてやってみてください。ガズレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながら練習スタートしてもらって、まず第一のゴール設定としては、今やったガズの、簡単バージョンの演奏と合わせてできたらすごいと思いますよ。あ、これに合わせるだけでも一応歌、ボリュームありますからね。フルコーラスですから。まあこれでもすごいと思いますけど、一緒にできるように練習してください。一緒にできるよってなった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はですね、もう、ガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんだけど、最初から歌詞とコード全部丸々覚えるっていうのは今日の曲なんか特にね、難しいですからですね。やっぱりね、楽譜練習がいいと思います。楽譜を見て何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって、それこそ美しいガーデンを見ながらこの曲を演奏するとか素敵だと思うんですけどね。まあでも、今ガズさん楽譜って言ったけど、どこにあるのさーって声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズがこの書いている手書きの、このノート、このノートに書いているガズの手書き楽譜、これです。すごいことになってます。今日はもう何かの暗号じゃねえかっていうぐらいのとんでもないこと、よくこんな文字が書けるなぐらい書いてあるんですけどね。これをもうちょっとしたら画面にドーンとこんな感じで写して、みんなも書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、ガズクラブ始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にも、めちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、トンガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとね、ハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円で、なんと、毎週2回、ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでね、リアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのとこみんなで、わーわーやってやろうということで、やってます。過去のね、レッスンとか講義も全部ね、見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だと、すごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタ
タンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。ガーデン藤井風さんです。はい、見ていきますと、ってこうやっていくんですけど、これちょっと見てください。下に書いてあるコードはかっこいいバージョンで出てくるコードなんですけど、全然違います。今回。簡単バージョンとかっこいいバージョンで。つまりね、ほとんどね、ワンブロックコード4つなんですよ。すごいことになってます。はい。なんで、これかっこいいバージョンは覚悟しておいてください。これイントロででーんでーんでーん伸ばすってことですからね。でーん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 。はい。ここら辺も参考してください。上の段は簡単バージョン。下の段はかっこいいバージョンです。これはもう今日なかなかすげえことになってますんで、もうね、本当にやばいです。はい。じゃあこんな感じで映していきます。それに加え、歌のね、この歌詞の多さとこのタイミングです。でもね、朗報がありまして、基本的には繰り返しのメロディーです。でもちょっとメロディー違うところがあったりとかして、もうマニアックに行くとかなりね、深いところになってますけどね。こんな感じで映すところで皆さん一時停止で、書いていてください。まずはイントロからサビぐらいまでいけるかな。ちょっと見づらいかもしれないけど、動画のテロップも合わせてね、見てもらいたいです。で、今、紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書き楽譜、デジタルデータでお手元にダウンロードしてご活用いただくのもめちゃおすすめです。ガズのノートの特徴は歌詞の上についている点です。これでね、言葉のリズムがわかります。せーの、鳥は春を告げて、うん、私は恋をして、うん、みたいな感じですね。これでリズムがわかるようになってます。あと、カスカードには出てないこの伸ばすところとか、このワンブロックに対する位置関係とか、こことかもうサビとかすごいですからね、言葉が詰まってて。これがすごいね、ガズクラブに入っていただいて、このガズの手書きノートをご活用いただくメリットとなりますが、この通りに書いていただければ、皆さんこれでこの通りに書くのはなかなかすごいですよ。もう写経みたいな感じの勢いでございます。はい、一応写しておきます。一時停止で書いていてください。イントロから1からサビ。ですか？はい。そしてここ2番なんですけど、ここ注目、指かぼ1って書いてある。この2番のこの冬のところ、この冬の1行は本当転調といってキーが変わってんですよ。なんでここはちょっとね、ガズレレ独特の指かぼっていうので、ちょっとここは対応したいと思います。コードは全くここと一緒なんですけど、指かぼ使うってことです。ちょうど後でこれ解説するんで、かっこいいバージョンでちょっとチェックしておいてください。この行がポイントになります。はい。そしてこの指かぼやって転調してるとこ2番終わったら、またここにサビって書いてあるから、またここ戻ります。サビをやって、で今度は3番になるんですけど、ここでちょっとコードが変わる、暗くなるというかね、ちょっとメロウになります。伸ばします。でここもね、かっこいいバージョンでリズムがまたちょっと変化があるんですけど、こんな感じですね。はい、ひとまずは書いていってください。でこれガズレレオリジナルアレンジで、ここの最後のところ、空の果てーところで、ここでまたグワッとすごい転調になるんですよ、原曲は。だけどここガズレレ簡単アレンジで、はい、 A7 簡単バージョン、 A7 かっこいいバージョン A というコードで使って感想をやって、もう一回サビ戻って終わるという、そんなね、ガズレレオリジナルアレンジになってます。まあなんで歌のパートとしてはフルコーラスですけど、最後の転調はまたすごいダイナミックの転調になっちゃったんで、ちょっとそっちはですね、転調せずに最後のサビをやったという、そういうガズレレオリジナルアレンジをお楽しみください。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。今日コードたっぷりですよ。まず赤く囲っているのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで隠しておきます。はい。今日ね、これ10個あるんですよ。これガズレレ必須コードという入門コードのグループ全員集合です。言っていきます。C と Am、C7、A7、FDm、D7、G7、Em7、E7。これはね、ガズレレ必須コードという初心者さんに覚えてもらいたい入門コード10個全部出てきてます。このガズレレ必須コード絶対覚えてほしいんで、概要欄に覚え方書いて、分かりやすくね、解説している動画貼っとくんで、ガズレレ必須コードで、まずはこの簡単バージョンマスターしましょう。まあこれはじっくり時間かけて秋の夜長取り組むには最高ですからですね、やってみてください。じゃあここからね、かっこいいバージョンの解説入っていく前に、やっぱ歌だね。これね、ちょっとマニアックな話をすると、最初のところね、鳥は春を告げてっていうメロディーじゃないですか。ここね、夜が秋を呼んでって2番のっていう風にガズが言ってるところはちょっとメロディー変わるんですよ。夜が秋を呼ん、夜が秋を呼んで、わかる？と、鳥は春を告げて、わかる違い？鳥は春を告げて、これが1番です。で2番は夜が秋を呼んで、
ちょっとこの半音違いとかね、よーく聞くとこの絶妙にメロディー違ったりしてるんです。それにびっくりしちゃったんですけど、まあでもちょっとガズもできる限り再現はしてますけどね。まあそういう細かいことをこうチェックしたすごいいろんな要素が入っている藤井さんの曲でございました。まあそれどころじゃないと思うんですけど、まずねこの言葉のタイミングとこのね全体像をつかむだけでもね大変、特にこのサビ、花は咲いて別れ心、この言葉がどん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 またいでくる、この辺の感じがですね、まずは4つ弾きでやってください。かっこいいバージョンはここコード4つになってくるんで、もうかなりすごいことになってきますから、ノートレ要素満載です。というわけでここからかっこいいバージョンの解説に入っていくぞ。かっこいいバージョンはコードがね4つ追加、まず Gm7 です。はい、これ押さえる場所こことこことここです。こうやってギュッと反ってちょい、これがいいかなと思います。でこれギュッとこうならない私っていう方も中にはいるんで、こうやって押さえたりこうやって押さえたり、とにかくこことここのこの3つでございます。 Gm7 使っていきます。あと Cm7、これは簡単、これ1個だけです、これ1個だけ。あとで A が出てきます。 A っていうのは Am と A7 を同時に押さえ、これ2個だけ、これも簡単で、今日は厄介なコード代表としては Bm7-5、 これが切なくていいコードなの。これはね2つ押さえ方があって、まず入門コードのうちでいく Dm 押さえてください。 Dm 押さえといて、この余ってる小指で1弦の2フレットです。これこういう音です。あーいい音、これすごい切ないいい音です。これが1個目の押さえ方。もう一個の押さえ方は入門コードのうちの一個 G7 押さえてください。親指でここを押さえる。はい。同じ音ですよ、もちろん。なんで、ウクレレ持っている位置が低い人は、ガズみたいにウクレレを持つ位置が低い人は親指使うと便利。ウクレレをこう高い位置で持っている人は、Dm に小指が便利。こんな感じで使い分けるといいと思います。Dm すげえ切ない響きなんで、もうぜひね、マスターしてほしいです。はい、じゃあここからリズムの解説は、今日出てくるリズムはこちら。16ビートのちょっとカッティングです。今日はかなりスローな、なんていうかな、跳ねたリズムの、なんかこう、ゆったりなんですよ。これはなかなかこのリズムで、しかもまあ何回も言ってる、今日ワンブロックコード4つの連続なんで、なかなか今日はリズムがやばいですよ。はい、ひとまずこれ16ビートのチャットカッティングの基本は概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムのいろいろというところのね、リンク先に行くとですね、濃厚解説レッスン動画がアップロードされているんで見ていってください。で今日はですね、まあちょっとざっと解説します。イントロ、はい、ここ C7F で伸ばして、Gm7CFEm7DmG7CD7 で、ここからリズムが入って、ここはだから今みたいに伸ばすんですけど、もうワンブロックコード4つで畳みかけてくるからすごいですよ。じゃあ A メロいきましょう。 A メロもこんな感じ、FEm7DmDmG7GmCmD7 なんですけど、この同じコードが2個並んでるところあるじゃないですか。 DmDm ってこっちだと G7G7、 こういうところではチャを入れられます。ちょっとやってみましょう。せーの、鳥は告げてずっとチャッカタカ、私はチャッカタカでんどん、こんな感じです。なんでここを分かっとくと、結構ビートが継続されるチャを入れるタイミングが入れるところと入れない、入れられないところがあるということでございます。なんで同じコードが 2つ並んでるところでは、こうと気持ちよくチャが入れるかなということでございますね。はい、ちょっと1番やってみましょうか。せーの、鳥は告げてチャッカタカ、私はチャッカタカで素敵な運動だ、ゆったりね、触れさせてこの肌で、このくらいのゆっくり、もっとゆっくりでもいいかも。雲は夏を帯びて、私は目を閉じて、なかなかこれ早くなっちゃうから、ふんわり、このふんわり16ビートでワンブロックコード4つ、これはなかなかね、新境地のね、奥の深さですよ。で、サビ、このサビがですね、また一回ちょっとカッティングして止めるビートが入ってきます。ちょっとやってみましょう。花は咲いて別れ、ここと今音止まった、 FEm7Dmでチャッカッタッ、ここはちょっとこうカッティングを入れてリズムに空間を生むとかっこいいです。花は咲いて別れ、あなたに心奪われ、それでも守り続けたって、私のガーデンに立てるまで、ここすごい難しいというか気持ちがいいんですよ、できるようになると。でサビはやっぱり言葉がもうどんどん畳みかけてくるから、その言葉を気にしているとリズムのワンブロック4つがちょっとよれよれって、今どこにいるんだっけ自分みたいに なっちゃうんで、もうとにかくこれはもうひたすら練習するしかないっす。練習するしかない。もう笑っちゃうけども、ただ朗報としては
同じメロディーの繰り返しなんですよ。咲いて別れ、あなたに心奪われ、ガーデン果てるまで、その後人は出会い別れなくしては、ここ言葉のタイミングもメロディーも一緒、歌詞は違うけどね、ここはだから一回覚えちゃうとこのタイミングを横展開していけるかなと思います。でやってるうちにもうガチャガチャになっちゃうから、もう間違いない皆さん、さいてはなんかね、ガチャガチャ早くなっちゃうの。このねふんわりした16ビートをキープしたままこれをやるっていうのはね、なかなかね本当精神的余裕がもうかなり求められます。ガズさんもですね、これはなかなかねこうゆったり弾くのがね難しいんですよね。なんかあな次の歌詞にこうって集中してるうちにリズムがどっか抜けていっちゃって早くなっちゃってふんわり感がなくなってくる、その辺がポイントかなと思います。はい、そしてですね、このまま進んでいくんです。今日の一番のポイントである、だから冬よおいで、これね歌詞が春夏秋冬ってなってて、冬のところだから冬をおいで、この冬で、転調といってですね半音上がってますキーが。で、どういうことかというと、今 C ってここで弾いてるじゃないですか。はい。C だとすると、半音上がるってどういうことになるかというと、C ってこの白い、このボタンがね、こっちにずれたと思ってください。そうするとここが C になりますよね。今、こうやって押さえているってこと、C っていうのはこうやって指を押さえているってこと。これが一段こっちに来る。一段高くなったってこと、これが C です。はい。これが、一個高くなった C っていう表現ですね。これ、カポタストっていうものがあって世の中には。はい。このカポタスト。こうやってここにこう、クッとこう挟んでですね、ね、キーを変えるっていう、こういうね、やつがあるんですよ。このカポタストについてね、詳しく解説している動画もあるんで、それも見てもらって、概要欄に貼っとくんですけど、このカポタストを瞬時にパッとはめられるわけではないんで、やっぱり今日は指カポがいいなと思うんですね。指カポっていうのは指をこの今のカポタストにして、ここずっと押さえたまま、ここで C とか、Em7 とか Dm とかコードを押さえていくわけです。ちょっとその流れがね、歌のね、歌もね、半音上がるからね、そこ難しい。夜が秋を呼んでからやってみましょう。せーの。夜が秋を呼んで、私は旅に出て、素敵な出会いだけ待っていて。次来るよ。で、ここ。また戻ったの、ここで。ここの歌のちょっと半分上がるところ、歌めっちゃ難しいですよ。これ歌もつら、一緒に上がってるわけで。半音ずらすってね、なかなかテクニカルだなと思います。どっちにしろ、この1フレットずっとこうやって押さえて、C、C でしょ Em7、Dm、だからすごいことになってます。G7、Cm7、D7、こんな感じで押さえていきます。F、Em7、Dm、G7、Cm7、D7、こんな感じで押さえてます。ずーっとここ押さえて。これ、セイヤとかバレエとか言うんですけど、まあこういうのも含めて、指カポっていうのの解説動画、これ概要欄に貼っておくんで、これ必見ですよ。ここの冬のところだけですから、頑張ってみてください。はい、そしてまたもう一回サビに戻って、次、3番の季節に身を置いてっていうところは、ちょっとね、メロウな感じ、コードが変わります。で、ここでちょっと面白いリズムが出てきます。やってみましょう。季節に身を置いて、次です。流れに身を任せ。今、何やったかなって感じでしょ？もう一回やってみましょう。季節に身を置いて、F で伸ばして、C でシンコペーションして D7 は普通なんですね。もう一回。季節に身を置いて、流れに身を任せ。わかったかな、このタイム。でーん、でってーん、でーんなんですね。流れに身を任せ。ドーン、なるようにだ。こんな感じです。ここシンコペーション伸ばすフレーズ。ここかっこいいんで、ちょっとやってみてください。そしてその後。なるようになるだけ、受け入れて。ここで Bm7-5 渋い、そのままで、ここからまたリズムに戻る。流した涙だけ、また同じキメです。振りまいた愛だけ、hey、 豊かになる言われ掴んだ Bm7 解き放って、空の果て。今度は A でいきます。さっき A7 だったところで、この後のサビをやって終わる。これガズレレオリジナルの、簡単アレンジなんですけど、こんな感じでございます。なんでまあ今ざっと説明しましたけど、まず一番難しいのはやっぱ歌、それと同じぐらい難しいのは冬のパートで出てくる指カポ1、はい、あとはリズムキープってことになると思いますね。まあ、とにかくこれはね、藤井風さんのもうね雰囲気がもうグッとまとってるっていうことはやっぱり難しいんです。なんだけどハマっちゃうよね、この曲の感じとか、あの雰囲気、藤井風がこう歌ってる
ね、あの雰囲気にやられちゃう。またこの曲もそういうののね、もう、だからちょっと時間かけてください。焦っちゃダメ。焦ったら嫌になってくるから。これは時間がかかるんです。ガズ先生も言ってるから。ガズ先生もこの曲時間かかるからって言ってたから、全然大丈夫です。ガーデンなら、春ぐらいにはできるようになりますよ。はい。じっくり楽しんでください。秋の夜長楽しむには最高。さあやっていきましょう。藤井風さんのガーデンガズレレレかっこいいバージョン。ふんわり不思議な気分でやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。さんのガーデンガズレレユかっこいいバージョンやってみました。なんとも言えない、もう藤井風ワールド満載なんですけど、やっぱり簡単ではないけど、その奥に輝くこう輝きがもうたまらない。これはつかみ取ってください皆さん。そこが楽しい、そこをつかみ取るまでが一番楽しい大トロ部分でございます。秋の夜長はガーデンで楽しもう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、学部の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リットミュージック社さんから、ずらずらずらーっとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごい
ごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とか、タブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜。で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しく、まずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私、ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと、本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。